ブルガリア国鉄はブルガリアの国有鉄道会社であり、同国最大の鉄道輸送事業者で1885年に設立された。本社をブルガリアの首都ソフィアに置いている。ブルガリアで最初の鉄道であるルセバルナ間 223km はイギリスの会社によって1865年に建設された。この会社の出資者にはイギリスの有名な政治家、 ウィリアム・グラッドストーンもいる。1866年11月7日に営業を開始した。このイギリスの会社は権利をモーリス・ヒルシュ男爵に譲渡し、最終的にブルガリアの政府によって1888年に買収された。1870年から1874年にかけて南ブルガリアにヒルシュ男爵が所有する。 鉄道路線は合計で 309.6km あった。これらの路線は1909年に国有化された。すべてブルガリアの技術者によって設計され建設されたブルガリアで最初の鉄道路線はザリブロドとソフィア、バカレルを結び、ソフィアでは中央駅に接続して1888年8月1日に開業した。 ブルガリア国民会議によって1886年に可決された法律により政府はブルガリアの鉄道網の建設と運用に関するすべての権利と責任を担うことになりまたこの法律によりブルガリア国鉄が設立された2017年蒸気機関車による観光列車の運行を開始ブルガリア国鉄の赤字は2億4000万ユーロに達しており 観光客の誘致などによる経営改善の一環としてのもの、ありがとうございます。